今日のヒールの高い靴を履いてどこに出かけてみたいですかということなんですが、内田さん、はい、まずいいですか。年功序列で私からよろしくお願いいたします。お願いします。はい、私、はい、40代代表として私の同級生が、まだ独身でして、今年彼氏が、しっかりできたんですけれども、まだ結婚という話にはなっていないので、今度その彼と、その私の友達と会食が、あるそういう。ですか。いえいえ、いろんな方とまたね、一緒にしますけれども、その時にでも、友達代表として恥ずかしくないようにこのブルーグレーのパンプスを履いて出かけたいなと、友達の、はい、ためにも思っております。いいですね。はい、あやちゃん、そう、あやちゃんは どこに履いていきたいですか。私は考えたんですけど、バーみたいなところに行ったことがないんですよ。もうね、ママさんだからね、もうね、そう、なんか飛び越えてね、かな、うん、なんでバーに行く時間がね、なんか行ってみたいんですよね。お酒しかこう置いてなくて、はいはい、カクテルみたいな飲んでみたいんです。だからコツコツコツってこう、はい、バーを歩いてみたいな。さっそうとね、はい、かっこいい。じゃあちょっと足鍛えてね。ちゃんと鍛えて、うん、バーをカタカタカタ歩きたいなと思ってます。素敵ですね。今田さんいかがですか。はい、私はでも本当に高いけど歩きやすいので、なんかもうガツガツ歩いてお買い物とかしたいです。はい、いいね。はい、いいですね。このパンプスに合うお洋服とか選んでみたいです、ね。でも今日もね、すごく素敵な、はい、ありがとうございます。最近なんかすごくかっこいい系だよね。何部分だよ。ありがとうございます。かっこいい系だよ。なんかこうかっこいい系ですね。なんかこうピンクとか白とかも似合いそうじゃないですか。確かに確かに、ふんわりした感じもかっこいい系。今日ブラックミニワンピ、あ、そうなんです、ブラックミニワンピでパンプスに合わせて選ばせていただきました、うん、もうね、大人になってきましたからね。そうなんです、27なのでね、はい、じゃ若い、はい、そうですね、私の靴は結構スニーカータイプでカジュアルもいけるので、うんうん、確かにこうやっぱショッピングに行きたいですね。なんかキラキラしてて可愛いですね、なんか表参道とかこうキラキラしたところにショッピング行きたい、いいですね。表参道なんですか、渋谷とかじゃなくて。渋谷よりかは表参道が好きですね、はい、今時はじゃあ表参道なんじゃない。表参道なんですね。ちょっと遅れて、私は渋谷だったかな。私もちょっと無理があるかな。はい、そんな感じですね、はい、お話盛り上がってるところ失礼いたしますが、では2問目に行かせていただきます。はい、スポーツやバレエなどは美脚に良い影響を及ぼすと思いますが、はい、子供の頃に習った経験はありますかという質問です。ではまた内田さんよろしいでしょうか。じゃあもう早く、はい、毎回これなんか儀式みたいになってますけど、私バレエをやっていましたが、もうここ本当に近年やっていなかったので、バレトンというものを最近動画を見て知ってる、バレエとヨガとフィットネスを合わせたエクササイズなんですけど、まあ動画でね、見れるんですけど、家でできるってことですか。家でできる、5分とか10分ぐらいでできるものなんですけど、まあ結構ハードで、夏やると汗だくで、だからもうお風呂貯めといてその時間でやってみたいな感じで、すぐダバッと入って、YouTube ですか。 YouTube でやってます。バレトンで調べると、最初はね、ストレッチしてからやってください。私ちょっと危ない筋をちょっとこう痛めたり、そんな結構激しいんですね。結構激しいですよ。なので覚悟して、バレトンはすごくいいですし、まあ、自分のね、生活に張りが出るので、はい、もう本当に隙間の時間 で覚えると、お料理しながらとか歩きながらとかでも、大股でザクザク歩いたりとかもできるので、どういうのかな、ぜひ見てみてください。あやちゃんはね、バレエとか、私もバレエを、モダンバレエを小学生の時にやってましたね。そのなんかふくらはぎの筋肉ってなかなか落ちないみたいで、ね、言うよね。そう、意外と筋肉が綺麗について残っちゃってるんです。でもここは栄養タンクですからね。そうなんですよね。第二の心臓、ほら、ふくらはぎを回ってくってね、いいですよね。そうなんですね、うん、はい、もうめちゃくちゃ今日勉強になってます。なんか講習みたいになってきてね。はい、みおちゃんは。私は小学生の時、バスケットボール、ミニバスケットボールをやってて、まあ、そこから
あのまあ部活もスポーツの部活やってたりはしてたんですけど、今はあのピラティスに、はい、通ってます。あの体幹がねすごく鍛えられるから、はい、それでこの立ち姿なんですね。ここ最近ねビシッとかっこよくねそうだ、あやさんのみおさんのピラティスの影響かもしれないです。週1ぐらいですか、うん、週1行けたら行きたいんですけど、まあ、そうじゃない忙しいからね。うん、でもあの行けるときは頻繁に覚えるとね、また自分でね普段から使えるし ね、はい、ねいいですよね。テンションさんは何かありますか。そうです、ね、私は結構中学の頃にバレエを 5年ぐらいずっとやっていて、やっぱりなんだろう、こう立ち姿とか姿勢がすごく良くなるなっていう風に感じてて、バレエも結構今にいい影響を与えてるんじゃないかなと思います。確かあれバレエ結構あるね、3人バレエピラティスね、ま、ねでピラティスとね、はい、みんななんかしてますね、うん、してらっしゃる、ね、ということがよく分かりましたね。そうですね、はい、姿勢も良くなりますし、ね、そうですね、はい、美脚につながっていくんだなと今思いました。だといいよね。いいですね、うんうん、はい、内田さんいろいろと回していただいて、はい、ありがとうございます。いや、あの年の功で、はい、いや楽しおばちゃん頑張ります。ありがとうございました。はい、ではですね、皆様大変お待たせいたしました。最後に4名揃ってのフォトセッションに移らせていただきます。スタッフはトロフィーをお渡しください。正面からお願いします。はい、はい、お願いします。はい、どうも、はい、こちらお願いします。笑顔でお願いします。ありがとうございます。どこにもいただきました。お願いします。ありがとうございます。この前いらっしゃいます。すみません、ではそろそろよろしいでしょうか。ありがとうございました。ではお待たせいたしました、 ENG の皆様撮影をお願いいたします。スチールのカメラの皆様はストロボはご遠慮ください。お願いいたします。真ん中で大丈夫です。すいません、お願いします。真ん中のカメラマン出してあげてください。大丈夫ですか。じゃあすいません、ちょっとあの下手の方のカメラに、はい、じゃあお願いします。お願いします。しばらくいただきます。